け精度が、そんな感じですか。まあ、査定っていう目付けをしているところで選別をしていくんですけど、その後ここに来た時も最後は人の目で、いやこの本はブックギフトで、まあ、どこか学校に持ってきたいとか、これはラボで売れそうだってことを人の目で判断して、現状は、はい、インターネットを手段として、まあ、本を集めてきて、まあ、なんかもう在庫処分したいなっていう意味じゃないかな。あー、なるほど。確か、Amazon の商品の表示のあの時、多分、まあ、向こうではこういうことやってますっていう情報発信をして、上田の気候とか、こう山とか川とかが好きになって、もともと僕福岡出身なんですけど、福岡になんなくこう雇用される側じゃなくて自分で何か作って働いていくという形で、まあ、大変だけど、うん、やりがいはあるというか。そうでもない。結構その時は、はい、あのなんだ、音楽業界とかに興味があって、でも結構なくなっちゃいましたね。しっかりしてるね。本当は20人くらいいますね、最初。しっかりしてる。腰ってあんまり分かんないんだけど。腰そう。結構さ、しっかりしてない？ね。仕事、その好きなことを仕事にするっていうことも、やっぱりお金にならなくても、すごいなんか自分のが幸福度が高まれば、すごくいいことなんだなっていう実感ができたので、すごくそれはいい体験だと思いましたね。実際ただ調べて字だけ見てたことだと、そうなんか自分はそういう地域活性化をさせようとしてるっていうふうにしか思ってなかったことが、来てみて違うっていう、やっぱり実際に見ると違うんだなっていうのを改めて思いました。上田の時間の流れのゆっくりさを感じて東京に戻ることができたら、なんかイライラしてる人がいてもふって思えるかなって。挑戦状みたいな、友達からさらに幅を伸ばしたところで、結局その困ってる人を助けたいっていう気持ちの延長線上でこういう活動をしているっていうふうなお話がその印象に残りました。